こちらのお部屋、元はカラオケ用のお部屋だったのですね。私、全然気づかなかったです。二人きりだからってダメですよ。あう。あ、そうです。ご主人様、せっかくだから食べさせてください。あますよ。もう二人きりだから会う。ご主人様が望むのなら。上がりください。でないと私、すべていただいてしまいそうです。もう二人きりだからってダメですよ。自慢したら素敵なあなたといるこの瞬間ハッピーハッピートキメク思いは彩り誰にセルフってデコレーション
きちんと把握してくださっていたのですね。なんだかこういうの少々こそばゆくもありますが、それ以上に込み上げてくる嬉しさみたいなものがあります。表示してあるのですね。とても美味しいです。ご主人様、どうされたのですか？私のことをじっと見つめて。それが食べたいって、これ私の食べかけですよ。間接キスということでしょうか。主人様がお望みならそれでも構いませんが。どうですか、美味しいですか？私の歌、お気に召したでしょうか？こちらの曲なら、いえ、こちらの方が。なかなか大きいですね。正
直想像以上です。それでは早速一口いただきますね。これはなかなか美味しゅうございます。やはりかき氷はとてもいいものですね。私は先ほどのお酒の方が性に合っていたでしょうか。まあご主人様ったら、いくら美味しくてもこんなにたくさんは一度に飲めませんよ。主人様ったら、いくら美味しくてもこんなにたくさんは一度に飲めませんよ。こんなに食べて私歌えるでしょうか。
主人様、ポテト好きすぎませんか？と言いつつ、私も横からいただくのですが。
ーズ様でした。こんなに食べて私歌えるでしょうか。なるほど、ご主人様はこういう組み合わせが好きなのですね。覚えておきます。お子様ランチ。もう万が一ちょっとこぼしてしまうかと思いました。あう、おった、危ないですから。主人様、せっかくだから食べさせてください。あん、やはり美味しいです。ささ、もう一本ください。ベトベトの手で触る。もう二人きりだからってダメですよ。フライドポテトとビールが並ぶと完全に歌う雰囲気ではなくなってしまいますね。さあさあ乾杯いたしましょう。乾杯。採点機能、これはどのように採点してるんでしょう。
歌い終わった後に飲み物があるっていいですね。ご主人様ったら、いくら美味しくてもこんなにたくさんは一度に飲めませんよ。これも美味しいですけど、私は先ほどのお酒の方が性に合っていたでしょうか。それでは毒味と称しまして、まずは私からいただきますね。まずは蜜のたくさんかかった部分のみをすくって、やはりいいものですね。口の中で氷が溶けていく時って何とも言えない高揚感がありますよね。さあ、ご主人様も遠慮せずに召し上がられてください。とても大きいですね。それでは毒味と称しまして、まずは私からいただきますね。まずは蜜のたくさんかかった部分のみをすくって、ですね、口の中で氷が溶けていく時って何とも言えない高揚感がありますよね。さあ、ご主人様も遠慮せずに召し上がられてください。大変いい香りです。ふうふうしてから飲みましょう。ご主人様、せっかくだから食べさせてください。あー、手私、これは自分で食べろという深いメッセージでしょうか。メロンソーダを飲むとなぜかカラオケボックスにいる気分になってきますね。おっと、こぼしてしまうかと思いました。あう、おっと、危ないですから。Me
したらこれ素敵な